一度に多くの人を運ぶことができ、交通渋滞の心配もないロープウェイ。横浜市で2021年から運行を始めた規模の何倍ものロープウェイを石狩市が札幌と結ぶ新たな交通手段として検討しています。市が去年11月から参入する意向があるかなど意見を募ったところ、道内外の10の企業から意見が寄せられました。現時点で参入の意向を示す企業はありませんでしたが、運営を第三セクターが担うなら参画は検討可能、商業施設へ乗り入れることも検討など前向きな意見が寄せられました。一方、ルートは採算性を最重要視する、需要リスクを懸念するなどの課題も明らかになりました。おおむね反応としては比較的もう前向きなコメントを皆様からいただけたのかなというふうに思っております。石狩市は路線バスとタクシーしか公共交通がない上、冬には吹雪などで通行止めもあることから、安定的な札幌とのアクセス手段が長年の課題となっています。30年以上前から地下鉄延伸やモノレールなどで札幌と結ぶ計画を検討してきましたが、建設費が巨額のため断念。しかし技術も進歩し、豊富な再生可能エネルギーを活用できる立地を生かし、再び可能性を探っています。構想では企業誘致が進み、推計2万人以上が働く石狩湾新港を起点に、 JR 手稲駅、地下鉄南北線の麻布駅、地下鉄東方線の栄町駅、丘珠空港までをロープウェイで結ぶ3つのルートについて検討し、意見を募ってきました。前向きな意見が寄せられたことを市民は、いや、できればいいですよね。やっぱり早いでしょ、バスよりも。本当に実現するのかどうかわからないから、ね、それがもしね、実現ってなればね、結構利用する人も増えるんじゃないかなと思いますけれども。乗りたいです。なんかあの石狩ってそのバスしかないから、あんまりその交通機関使って出かけたりとかしたことないんですよね。その子供連れて乗るの大変なんで。乗ってみたい。石狩市は今後、需要予測や官と民の役割分担など実現に向け、より詳しい調査を進めていくとしています。利用者がいないと成り立たないものだと思ってますので、そういう意味では、利用者のその需要の予測というものをですね、もっと精度の高いものに今後していければいいなというふうに思っております。